皆さん、こんにちは。株式会社明治です。2020年12月31日、いよいよ全国高校サッカー選手権大会が開幕します。大会に向けて一生懸命トレーニングを重ねている選手の皆さん、そして選手を支えている保護者、指導者の皆さんへ、最高の舞台で最高のプレーをするための食事、栄養についてお話しします。 まずはじめに、大会 OB でもある、パルチザンベオグラードの浅野拓馬選手に、ご自身の食事や栄養の取り組みについて伺ってみました。えー、皆さん、こんにちは。パルチザンベオグラードの浅野拓馬です。そうですね。まあ、それこそ、本当に炭水化物を中心に、えー、食べるっていうことと、まあ、脂っこいものはもう自然に、 えー、少なくなっているのでやっぱ炭水化物を中心に取ることによってそれ以外の量っていうのが、えー、必然的に少なくなるのでただその中でも、えー、とチキンの肉であったりとか油が少ないけど、えー、とタンパク質になるものっていうのは、まあ、試合前は食べるようにしてるのかなとは思いますしあとやっぱ水分をしっかり取るっていうことは試合の前日から、えー、特に。 意識ししてて、えー、ようにはしてます,そうです、ね、朝食今のチームだと朝食が朝の10時までに各自で、えー、と取るっていうスケジュールなので、まあ、僕は大体朝9時ぐらいのを来てそのまま朝食を食べてただ朝食もこっちの朝食だとパンとかがやっぱ中心になってくるんで、まあ、パンを中心に、えー、食べて。 で、お昼がだいたい1時とかに、えー、チーム全体で取るので、そこではパスタと、えっ、ー、と、それこそチキンと、ちょっとしたサラダ。サラダじゃないな。あの、焼き野菜とか茹で野菜とかが出てくるので、あとは、えっ、ー、と、パスタ以外にもポテトとかが出てくるので、そのままポテトは、あの、揚げてあるものじゃなくて、なんていうんですかね、マッシュドされた。 ポテト、えー、と、まあ、合わせて炭水化物がそれでちょっと多くなってるっていう。で試合が夜だとまたその試合の時間に合わせて逆算して3時間4時間から3時間前の時間に、えー、と食事が入ってくるんでナイ,ナ,イナイターゲームだと,、えー、と4時とか5時に食事の時間が入ってきて試合に臨むっていう感じですね。 えーまあ、皆さんがこれから全国高校サッカー選手権に向けて全力で一日一日頑張っていくと思うんですけど、まあ、その中で僕が選手権を経験した一人の先輩としてそしてその後プロサッカー選手でとしてプレーしている先輩として皆さんに伝えたいことは。 えとまあ、皆さん、これから、えー、選手権に向けて、えー、試合のために全力で、えー、頑張ると思うんですけどただ、えー、皆さんはサッカーを、えー、頑張れば、えー、いいのかっていうとただそれだけじゃなくて、えー、とサッカーを全力で頑張るためにも、えー、やっておいた方がいいことやるべきことっていうのは、えー、たくさんあります。それはサッカー以外のところで <laughs> 私生活のところでも、えーまあ、皆さんができるごと、えー、全力でやっていた方がいいことっていうのはたくさんあって、まあ、その中での、えー、一つが食事です、えー、僕も、えー、サッカー選手になって特に、えー、海外でプレーするようになってからは自分で食事を、えー、管理しないといけないので、まあ、食事っていう面はすごく、えー、気を使っています皆さんが、えー、ピッチの上で全力で プレーを表現できるために今日からしっかりそこも意識して次待っている試合に向けていい準備をしてほしいなと思います準備をしてあとは皆さんがどれだけ全力で頑張れるかどれだけ気持ちを持って戦えるかにかかってると思うので僕は皆さんの健闘を祈っています 全力で頑張ってください。朝野選手の試合に向けた取り組みはいかがでしたかプロ選手だからといって何か特別なものを食べたり飲んだりしているわけではなく、シンプルに必要な準備として試合前の食事をとっていることが分かっていただけたのではないでしょうか皆さんもピッチ上でいいパフォーマンスを発揮できるよう、食事、栄養面での準備について学んでいきましょう。 まずはじめに、試合の前の食事のポイントからお話ししていきます。試合前に積極的に取りたい栄養素は大きく2つです。1つ目は、試合中のエネルギー源となる炭水化物、糖質です。麻生の選手も試合前は意識して取っているとおっしゃっていましたね。皆さんも炭水化物、糖質は試合前から積極的に取り、体に蓄えておきましょう。 ご飯やパン、麺類、お餅、シリアルなどの主食に炭水化物、糖質が豊富です。二つ目は、試合に向けてのコンディショニングに役立つビタミンを多く取ることです。特に、試合に向けて体調を整えるために、ビタミン C の豊富な果物を取ることがおすすめです。いちごやみかん、キウイなどの果物はもちろん、果汁100%のオレンジジュースや、 グレープフルーツジュースからでも手軽にビタミン C を補給することができます。反対に試合前に注意すべき食品もあります。揚げ物やひき肉などの油の多い肉を使ったメニューや、クリーム系のソースなどがかかったこってりしたメニューは消化に時間を要し、内臓に負担のかかる可能性があるため注意が必要です。 また、んぴらごぼうや畜前煮など、繊維質の根菜類を多く使ったメニューは、ガスが溜まりやすく、試合当日お腹が張ってしまう原因となるため注意しましょう。さらに、お刺身などの生物や、普段食べ慣れないものは、お腹を壊したり、当日のコンディションに影響する可能性があるので、控えることをお勧めします。 先ほどお話しした試合前に必要な栄養は試合開始時間にもよりますが、試合前日から意識して取ることをお勧めします。こちらの写真のように、1、主食、2、おかず、3、野菜、4、果物、5、乳製品の5つが揃ったバランスのいいアスリートの基本の食事、栄養フルコース型の食事をベースに、1の主食や4の果物を多めに用意し、 炭水化物、糖質やビタミンを積極的に取るようにしましょう。さて、ここからは試合当日の栄養戦略についてです。当日は消化吸収を考慮し、試合開始時間から逆算して、具体的に何をどのタイミングで取るのかということを理解しておきましょう。試合当日の食事は、 試合開始の3、4時間前までには済ませておくことが理想です。試合に一番近い食事では、主食と果物を中心にとり、エネルギーとビタミンを積極的に補給するようにしましょう。また、試合まで時間が空いたり、小腹が空いた場合は、試合開始1時間前までであれば、消化の早いバナナやゼリーなどでエネルギー補給をするのがおすすめです。 試合開始30分前を切ったら、なるべく固形物は避け、必要であれば素早く高エネルギーをチャージできるサプリメントや、小さな飴をなめるなどでエネルギー補給をするのが良いでしょう。実は、試合時のエネルギー源は、炭水化物、糖質だけではなく、皆さんの持っている体脂肪も重要なエネルギー源となっています。試合開始30分前のタイミングで、 動き続ける体をサポートするためのアミノ酸サプリメントを活用するのも一つです。また、食事と合わせて意識したいのが水分補給です。水分は試合開始前から電解質が取れるようなスポーツドリンクをこまめに補給するようにしましょう。試合当日は試合開始時間から逆算して栄養戦略を立て、試合開始までに 胃の中は空っぽ、だけどエネルギーと水分は満タンの状態を作っておくことがポイントです。さて、ここからは試合が終わった後の栄養戦略についてです。酷使した体のために、試合後30分以内を目安に、できるだけ早いタイミングで栄養補給をすることが大切です。バナナと牛乳、おにぎりとプロテインなど、炭水化物、 糖質とタンパク質が一緒に取れる補食を準備しておくことをお勧めします。また、炭水化物とタンパク質が一緒に取れるサプリメントは、荷物が多くなりがちな試合や遠征時に便利です。また、帰宅後は、主食、おかず、野菜、果物、乳製品の揃った栄養フルコース型の食事でバランスよく栄養補給を行いましょう。しかし、 長時間の移動などで食事までに2時間以上時間が空いてしまう場合はカスティラやバナナ、おにぎりなどの補食を用意しエネルギーを補給できるとより良いです。また、試合当日の夜はできるだけ早めの就寝を心がけ体をしっかりと休めるようにしましょう。試合終了後の栄養補給のポイントは試合終了後 約30分以内のゴールデンタイムを目安に炭水化物、糖質とタンパク質を補給することです。ぜひ実践してみてください。それでは試合期の栄養戦略についてのまとめです。試合期の食事は試合前から意識し、主食や果物が多めの食事で試合に向けて炭水化物、糖質とビタミンを積極的に摂りましょう。 そして、試合当日の食事は、試合の開始時間から逆算して、試合開始3、4時間前までに済ませ、胃の中は空っぽ、だけどエネルギーと水分は満タンの状態になるように、栄養補給と水分補給を行いましょう。また、試合後は、試合終了後約30分以内のゴールデンタイムを目安に、炭水化物、糖質とタンパク質を普及し、 リカバリーにつなげましょう。最後に、ここまで述べてきた試合期の食事や栄養戦略には、消化吸収の点で個人差があるので、大切な試合でいきなり実践するのではなく、必ず練習試合などを利用して試してみてください。そして、自分にとってベストな栄養戦略を見つけてください。